前カレー。いや、最近ドアバイザー外していきます。ドアバイザー外すに必要なものはタコ糸？いや、カッターでいく。うん、まあ社外品もまあ純正もほとんど一緒やねんけど、一緒ついてるとこが一緒やから、うんうん、これやっぱり社外品かな。なんかな、最初私らこれ割れてんのかな思って、鋭利すぎるわこれな。うん、まあええやん、外し方、うん、やって。外し方はまあウィンドウ下ろしてもうて、うん、でこの何そのドアの内側からやるのかな、うん、このモールをで、あんまりバチッてやったら、うん、今ついてるやつを剥がすんやったら、あのこの取り付け金具が引っかかって割れるから、うん、金具映るかな、うん、でフロントはまあ3箇所、うんうんうん、でこのまま、まあ無理やり外すんじゃなくて、うん、取り付けるときは、うん、この金具をさっき所定の位置につけてもらって、これをバチッと止めてもらって、うんうん、で貼り付けて両面テープ剥がしてもらって、うん、最後プチプチッとつけてもらうか、まあ、プチプチッとつけてもらってからテープ剥がしてもいいけど、こういう外す場合はもうこのカッター、うん、それそっち側から行くのが、うん、まあ、どっちでも、でなるべくドアを切れへんように、うん、両面テープを一番いいのは理想は真ん中やけど、うん、であんまりこう上げて入れたら割れたりするから、うん、なるべく慎重に。なるべくくっつけへんように、うん、でそういうとここに段差があるから、うん、こう入れたらドア傷ついたりとか、それだけ注意しちゃう。音が無理、うん、でこう金具とか切れへんようにして、うん、でなるべく歯長くして、うん、こういう金具のとこはちょっと慎重にしてもらって、で金具が外れたらまあちょっとこうやりやすくなってくる、うんうんうん、で、うん、これで、もうこの金具が刺さってるだけやから下に引っ張る、うん、引っ張ってもうて、で純正やともうちょっときついから、うん、もうピーンってなるぐらいやから、うん、まあ、これあの社外品やからちょっと緩いけど、でこうやってしてもうたら、これやな、やっぱ注意点は この辺が、うんうんうん、ここ一緒にブズって切ってバリンと割ったりで、中古の場合はこのピンが割れたりしたら、うん、やっぱりもうないから、うんうん、気をつけてください、うん、だから皿の場合はこの金具が外れてピンも外れてる状態からつけてもうて、うん、で両面テープまず剥がさんとちょっとずつね、うん、止めてもうて、うん、でそこからビョーって剥がしてポッと押してもうて、こんな感じです。また後ろも行こうか。後ろもでも一緒やろ。後ろは一緒やね。後ろは、うん、まあ、やりやすい。これモールはめるときをさ、このモール他のとちゃうねんよ、うん、で、これなんか、うん、なんかついてんねん。モールまで行こうか。これ、うん、で、モールもある程度入れてもうたら、うん、ぐちゃぐちゃになるから、うん。で、ある程度叩いてもうて、うん、で、まっすぐにしてもらってから、うん、ウィンドウでこう確認してもうて、うん、そういうことな。ちょっとメラメラになるやつ、ちょっとこう手でウィンドウがスムーするように、うん、あのシリコンパウダーいうかな、シリコンスプレー、そうそうそう、うん、つけてもうたら、うん、いけると思う。まあ後ろは比較的日本やから前よりは、うんうん、簡単、カーブもないしな、うん、もうこれ社外品やからこの時やな、やっぱりこの一緒に引っかかって、うん、この金具を、うん、金具がね割らんようにして、これもやっとこう、うん。
もう遠くから撮っとくわ、うん、さーっといつもの感じでやって。ん、撮られてるって思う撮られてるって思ったらやりにくいやろ。いや、もう慣れた。うせやん、私嫌やわ。今でもちょっとあの失敗したんが、うん、ちょっとドアを傷つけへんようにしすぎて、ちょっとこのバイザーにちょっと当たった、うん、ちょっと当たったからちょっとこうガリガリ、うんうん、こう、まあ、これも気をつけて、うん、そんなぐらい気をつけんの、うん、あともうやっぱピンやな、うん、で剥がれたらこう下に下ろしてもらったら、うん、この引っかかってるピンがバチンと、こんな感じです、うん、純正は特にあのきついから気をつけてもらったら、うんうん、こんな感じやね。またあのちょっと難しいなこれでも。まあこれはな、うん、うん、まあでもね交換する方も多いと思うので、うんうん、器用な方はできるよ、うんうん、そういういらん一言が多い。いやー器用じゃなかったら、はい、またチャンネル登録と器用じゃなかったらまあしつこいてちょっと無理かないいよ、これもヤフーで売ります。出品しとくのでまた見といてください、うんうん、チャンネル登録とこれお願いします。